チー国が日本にブチギレしているらしいぜ。え？そんなに怒らないでよ。ハロウィンでチュンリーのコスプレをしただけじゃない。別にそれは怒らないだろ。どうやら自衛隊にボコボコにされたのが怒りの発端らしいぜ。選手防衛のはずの自衛隊にボコボコにされたですって？これは気になるわね。ということで今回は中国日本が悪い、日本領海付近で空母から、戦闘機離着陸の訓練するが、次の瞬間、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2022年5月、防衛省は7日、C 国海軍の空母、遼寧が6日、沖縄県石垣島の南約170キロの太平洋の公海上で、艦載の戦闘機やヘリコプターを初着艦させたと発表したんだ。ふむふむ。発着艦は同日午前9時頃から午後9時頃まで行われ、航空自衛隊の戦闘機がスクランブルして警戒に当たったとのことだぜ。アイドルのライブかなんかじゃないんだから、どうして C 国のせいでこっちが警戒しなきゃいけないのよ。領海侵入や領空侵犯はなかったとのことだが、遼寧の発着艦は3日から連日確認されているぜ。良くないことだけど、なんか慣れてしまっているわよねみんな。でも自衛隊の方々の苦労を考えると、C 国には怒りしかないわ。この件について、後に日本の防衛大臣である岸氏が一連の C 国の訓練について言及しているぜ。岸防衛大臣？ああ、いろいろあったあの人か。別にいろいろないぞ。そうだっけ？息子さんが世襲で。ハクション。何風？かもな。なんだったっけ？ああ、C 国のニュースだな。2022年5月、岸防衛省は17日の記者会見で、C 国海軍の空母、遼寧が太平洋上で繰り返す艦載機の発着艦について、我が国及び台湾に近接した海空域での活動であることを、踏まえれば、懸念を持って注視せざるを得ないと述べ、警戒監視が必要だとの考えを示したんだ。空母艦載機の発着訓練なら、わざわざ台湾の隣でやる必要はないよ。明らかに圧をかけてるでしょ。岸氏は空母などの運用能力や遠方の海空域での、作戦遂行能力の向上を基とした活動の可能性があると語り、この時点で懸念を持って注視しているという表現を使っているぜ。石垣島から170キロの海域で空母の発着訓練などされては、即時危険な行為につながりかねない状況だからな。この規模になってくると、もはや北みたいな安い挑発じゃなく、軍事行動だよね。戦争になりかねないというか、もうあれだよあれ。あれってなんだ？まあ、艦載機にとって170キロは数分とかからない距離だからな。だが、日本側としては懸念を口にしたのみで、この時も、ああ、日本政府はまた何もしないんだという感じだったんだ。そして、松野博一官房長官は19日午前の記者会見で、沖縄南方の、太平洋に展開している C 国海軍の空母遼寧について、艦載戦闘機やヘリコプターの発着艦が300回を超えたと明かした。300回？もはや挑発でも何でもなくなってきてるよ。18日に確認された C 国空軍爆撃機2機の飛行と合わせ、太平洋など、遠方海空域での作戦遂行能力を高めるための活動の可能性がある。周辺海域における動向を引き続き注視すると述べ、警戒監視に万全を期す考えを示したんだ。万全なら大丈夫ってわけじゃないよね。正直これだけ、挑発されてるんだから、少しくらいやり返しても、あ、選手防衛だったわね。遼寧はその後も沖縄南方海域で断続的に艦載機の発着艦を繰り返していて、18日には対艦ミサイルとみられるものを搭載した C 国空軍の、H6 爆撃機2機が、沖縄本島と宮古島との間を通過したことも確認されているぜ。松野氏はこうした活動を含む C 国の軍事動向について安全保障上の強い懸念と指摘、18日の日中外相テレビ会談でも懸念を率直に伝えたと説明しているな。人の家の庭に勝手に不法侵入して、しかもとんでもない兵器を積んでうろうろするというね。衆様は一体何がしたいんだろうね。さて、この後に官房長官の松野氏が、空母遼寧に対する、懸念をもって中止に関するもうちょっと具体的な情報を開示したんだ。ふむふむ。艦載戦闘機やヘリコプターの発着艦が300回を超えたと言及し、防衛省はバッチリとこの様子を監視していたわけだが、その詳細情報が出てきて、C 国としても面白くなかったんだろうな。見られているのが嫌なのか、C 国はとうとう報道官を使って、日本に対する揶揄を皮切りに、いつもの大好きな戦狼外交を始めたんだ。またいつもの始めたの？日本側が軍艦と軍機で C 国の遼寧艦空母艦隊を追跡と騒ぎ立てていることについて、国防部報道局長、国防部報道官の御見代行は26日、
両寧間の訓練活動は完全に合理的かつ合法的だ。日本側の喧伝は自国の軍事拡張の口実を設けるためであり、このお抱えカメラマンはいなくてもいいと述べたぜ。少子、両寧が合法なら、大芸とかが C 国大陸の周りをうろうろしても構わないでござるか？問題ないでござろうわら。まあ、国防部が同日開いた定例会見で、日本の岸信夫防衛大臣は、C 国海軍の両寧艦空母艦隊が先ほど相次いで南西諸島と台湾地区付近の海域に接近して活動し、C 国側の艦載機が数百回発着艦したが、日本側は中止を続けたと述べたんだ。日本の防衛省によると、日本は出雲型ヘリ空母で追跡監視を行い、C 国側の艦載機の活動に対して軍機を緊急発進させたとのことだな。台湾への圧力とか言ってるけど、普通に日本とアメリカへの圧力でもあるよね。続けて、C 国側は本件をどのように論評するかという質問があったんだが、呉氏は次のように回答した。日本側の喧伝に留意している。C 国の多くのネットユーザーが、日本の軍艦と軍機を両寧艦のお抱えカメラマンと称しているとな。へぇ、この誤詞とかいうのは2チャンネルまとめサイトの管理人か何か？いや、C 国のお偉いさんだな。さらに両寧艦の訓練活動は完全に合理的かつ合法的であり、批判は当たらない。日本側がこれほど注目するのには狙いがあり、おそらくは、C 国軍の行動を喧伝することで存在感をアピールし、自身の軍事拡張の口実を設けるためだろうが、我々はこれに断固反対するとも言っているぜ。何言ってるのかよくわからないけれど、おかしいのはそっちだよね。日本批判をしてる暇があったら、まとめサイトの管理でもしていてくださいね。続けて、日本側による近接追跡、妨害活動は非常に危険であり、誤解、誤判断、海空偶発事件を極めて引き起こしやすい。日本側の行為は双方の相互信頼に不利であり、双方の軍艦軍機人員の安全の深刻な脅威となっている。C 国側は、すべての何ら意義のない妨害活動を停止し、実際の行動により、二国間関係と地域の平和安定を守るよう求めると発言しているな。まあそうよね。とりあえず戦争が起きないようにお互いに距離を置くのがいいと思うわ。でも、悪いのは C 国側だけどね。だがなこの件、実は C 国の言うように国際海洋法条約に照らしてみても合法なんだ。は？そんなわけないでしょ？理性的な国ならまずやらないが、違法か合法かで言えば合法だ。公海上だからな。合法なら何をしても OK なの？だから、本来なら C 国は特に何かを言う必要はないはずなんだ。だが、日本の行為を嫌がってるのよね？ミサイルや砲弾を全部国に置いてきてて、一緒に釣りでもって話なら合法だけどさ。C 国政府も日本側の行為は双方間の相互信頼に、マイナスであり、双方の艦艇航空機要員の安全も深刻に脅かす。C 国は日本側に対して、全く無意味なあらゆる妨害活動をやめ、実際の行動によって、二国間関係と地域の平和安定を維持するよう要求すると同じような声明を出しているな。こっちも要求するわよ。次来る時は艦砲に釣り竿を刺してきてよね。だが一方で、日本の監視活動もまた合法なんだぜ。自国の海域または公海上から監視活動しているだけだからな。もちろん合法よ。視聴者の皆さんは C 国のやっていることが本当に合法だと思いますか？コメントで教えてね。さて、日本の合法的な監視活動、それに苛立ちを隠せない C 国に対して、岸氏は煽り続けているんだ。岸氏、怒ってるの？31日、防衛省が C 国海軍の空母両寧の発着艦などを写真付きで随時公表していたことに対し、C 国側が不快感を示したことについて、岸防衛省はよほど気に入らなかったのかなどと述べているからな。お怒りだわわら。さらに岸防衛省は31日の会見で、日本周辺の警戒監視活動は防衛警備の観点から当然と述べた上で、国際法に則って安全に配慮した上で行ったと強調し、怒りをあらわにしているぜ。こういう煽りならいいよね。正当性があるもの。また、国民にこうした空母等の活動についてわかりやすく伝える観点から、写真と合わせて公表を行っていると説明しているぜ。こうした一連の駆け引きがあって、日本政府としては、強気ではないにせよ、いつもの姿勢で臨んでいたわけであり、体調不良にもかかわらず、しっかりと言うべきことを言っているだけだったかもしれないな。何度も言うけど私はやっぱり C 国が悪いと思うわ。合法なら何をやってもいいってわけじゃないもの。さて、統合幕僚部が出しているプレスリリースを読んでいくと、P1 哨戒機やら P3C 哨戒機やらを出していることが明記されているんだ。ふむふむ。P1 哨戒機や P3C 哨戒機は、確かに空中から敵の艦艇の動向を探るのにも、使われるが、当然、潜水艦の動きを探知するのにも長けた哨戒機だ。
そしてそれは日本の得意分野なんだぜ。つまり、監視がうまいと？ああ。自衛隊は、遼寧とその潜水艦を含めた取り巻き、空母打撃群が、本当に機能するかどうかの監視をしているのであって、その様子を逐一世界に発信しているわけで、C国も気が気じゃないはずだぜ。優秀なパパラッチだわ。その調子で習近平体制の闇も暴きましょうか。この他に、C国の航空機がロシア機と一緒に共同飛行をしたことも紹介されているな。つまり、空母遼寧は単独運用などではなく、空母打撃群として複数の、哨戒機や戦闘機、潜水艦などもいたと、そう考えるのが妥当だ。なるほど、やっぱり遊びに来たんじゃなかったわね。そしてプレスリリースでは暗に把握しているぞと煽ったわけだな。フラッシュ焚きまくってもっと取ってあげましょうよ。これが有名税ってやつでしょ。そして、訓練海域が台湾島の真横にあることは偶然ではなく、これが何の訓練かといえば、台湾侵攻の訓練だ。つまりこの発着艦訓練はすなわち、実質上の台湾への圧力だな。誰でもわかることだけど、そりゃそうだよね。台湾とは関係ありません。ただの軍事訓練ですって言ったって、台湾の真横でやることじゃないのよ。さらにそれは沖縄侵攻、あるいは牽制の意図も見え隠れする危険な行為だ。こんな時期にやらなくてもと思うのだが、C国にとっては、こんな時期だからこそ、この脅しが大事なんだろうな。ああ、国民強制参加させて党をもてはやす黒魔術の儀式じみたやつでしょ？ミサイルと一緒に行進したり、C国万世、とか叫ぶやつよね。そうだな。そして、台湾は C国にとっての革新的利益なので、手中に収めることが、習近平氏にとっての C国の夢の第一歩でもあるんだぜ。また、共産党大会で、習近平氏は3期目の主席を務める異例の支持を得るために実績が欲しいんだな。だから、台湾には圧力をかけ続けて、早いとこ売れて欲しいと願っているのかもしれないぜ。台湾からしたらいい迷惑だわ。日本にとってもな。習近平にしてもプーチンにしてもキムなんたらにしても、そんなことで名を残すみたいに軍事行動してるけどさ、大半の人にとったらいい迷惑なのよね。これに対し2020年、アメリカ海軍大学校などが台湾有事が起きれば、米国は C 国に負けるというシミュレーションを発表しているぜ。アメリカが負ける？戦略国際問題研究所上級顧問のエドワード・ルトワック氏は、それは議会に対して艦船の購入を説得するためだ。実際には C 国海軍の力は想定よりも弱く、台湾有事はアメリカの、原子力潜水艦が3隻あれば解決できると語っているぜ。あ、お金が欲しかっただけなのね。原潜だけでなく、総合的な海軍力で言えば、アメリカが圧倒的であることは疑いがないぜ。アメリカ強いからね。例えば空母に関しては、今後30年何も対策を打たなかったとしても、アメリカの優位は変わらないというな。圧倒的な差があるわね。歴史が違うわけだし、これが開拓民の強さとも言えるわ。これは戦闘機同士の戦いでも同様で、C国もアメリカもそれはよくわかっているんだ。だから軍事力による直接的な衝突の可能性は現時点では極めて低くて、現在の戦略分野での主戦場はもっぱら外交戦略の領域となっているんだぜ。C国は経済発展で軍事費が著しく増大しているから、同じくアメリカも外交や経済で失速するわけにはいかないものね。これからも C国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。